内側に行くよね。でストレートともちろんまっすぐ。あ、慣れてないとなぜかこう逆位置のジャンプ行くんですよ、それって。これおかしい。もう押そうとするときに、今力が入らないですね。ここでは力が入りません。なので頭に行こうと思いますよねって。ここで設定しますけどね。で、1、最初は振りましょう。1、2、3。できる人は1、2、3、4、全部足踏みしながら回すか、足踏みしたらおかしいってことです。腰回れば立ったりとかで、4つのところで停止を取るんですが、必ずやっぱいつでもこの回転すべてこのまま持っているから、ここは1、2、3、4つにまとめて1万と回す、ここから練習はするかというと、まあできる人はもちろん昔から最初の位置だけで、それが手打ちにならない。運動効果もないし、で、ここまで回してから、ここまで、ここまで。戻しで左の前蹴りを、ね、引くときに手を下ろして、で、右の右を引く。1、2、3。4、2、5、5、前蹴りが難しい人は1、2、3、4、急アステップを入れていただいてもいいですけども、左のミドルローで前蹴りうまくしたい人はこのまま状態ですね、っていう風に1、2、3、4、5、5、1、2、3、4、1、これストレート引いてから蹴ろうとするのに、あ、そこがやつになっちゃうんですよ。だって戻してからもこういう出やすいと思うんですけど、せっかく前行ったら体重変わらない、まあ、ここで蹴れば届くんですけど、こう一気したら届けにくいし、後ろ体重の後で蹴ったら自分が落ちちゃうんですよ。ジップがまっすぐを向けたらボーンって蹴ったところで蹴るかもしれないんですけど、かかと乗っちゃうと、ああ、自分から蹴った方が飛んじゃうみたいなおかしいことになるんで、1、2、あのタイミングがいつなの、ここまでいったら面白い、この時にもアウト、ワン、ツー、スリー、フォー、ファイブ、エン、これ最後。